スタートします。はい、はい、じゃあ行きます。じゃあ、はい、8分ちょうどからスタートします。はい、10秒前ですね。はい、10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。7月6日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼうが始まりました。沖縄県宜野湾市急那にございます 79.7MHz FM 宜野湾の、今回メインスタジオからですね、リモートで収録放送でお送りしております。 MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そしてミキサーはこの方です。あかりです。よろしくお願いします。はい、この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しております。これから大好きになるもの、大好きになりたいもの、また私たちへの応援メッセージでも OK です。メールアドレスは 797@fmginowan.com まで、件名に沖縄大好きの大好きを叫ぼうと書いてお送りください。そして FM ギノワンではラジオだけではなく、ツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして番組専用の X とハッシュタグがございます。@大好きラブ797のフォローをお待ちしております。そして、ハッシュタグ大好き叫べとつけてコメントの参加よろしくお願いいたします。さあ、ということで、7月最初の放送でございますが、今週から FM ギノワンでは浴衣ウィークがスタートしております。今ツイキャスではもうご覧になられている方お気づきかと思いますが、私沖縄大好きも今ジンベエを身につけて放送に参加しております。さあ、ということで、CM の後皆様から届いているコメント、メッセージを紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。
はい。はい。はい。改めまして、沖縄大好きです。先ほどオープニングでもお話ししましたが、今週からですね、FM 宜野湾では浴衣ウィークがスタートしておりまして、各パーソナリティの皆さん、そして FM 宜野湾のスタッフの皆さんが浴衣やジンベエを身につけて番組に参加しております。インスタグラムでも投稿上がってますので、ぜひ皆さんいいねの方よろしくお願いいたします。さて、早速ツイキャスの方ですね、コメントも来てますのでご紹介したいと思います。トップバッター、ラジオネームカープボーイさんから来ました。ありがとうございます。沖縄大好きさん、千葉のあかりちゃん、皆さん、こんばん、わん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 
ってつけていいのかな、これなんだろう、魚に人、魚人、カープボーイスさん、それから、沖縄大好きさん、すごい、今週の土曜日にラジオ沖縄の公開放送で松本里香さん来るよということで、そうなんですよ。あのですね、もうリスナーさん、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますが、今週、まあ、日付では今日になってるんですが、ラジオ沖縄さんの、マイタノの、このちょっと公開生放送で、松本里香さんが、なんと出演されるということで、放送ではもうすでに終わってますが、参加された皆さん、いかがだったでしょうか。いいですね。自分仕事でちょっともう行くことはできなかったんですが、松本里香さん、去年、埼玉スーパーアリーナで開催されましたアニメロサマーライブというですね、アニメソングのこのライブ、夏のイベントがありまして、そこで初めて松本里香さん生で拝見いたしましたが、もうすごく感動しましたね、やっぱり。去年のこと改めて振り返ると、ポケモンの楽曲もそうなんですが、もう、サトシのそのセリフも直に聞けたことがやっぱりすごく感動で、今でも、もう忘れられない大切な思い出になっております。その松本里香さんですね、ポケモンのサトシはもう卒業されてはいるのですが、今日曜日ですね、放送されています、爆上げ戦隊ブンブンジャーっていうですね、スーパー戦隊シリーズの48作品目に、出てきてます、ブンドリオ・ブンデラスという、この機械生命体のこのキャラクターの声を担当しておりますので、ぜひぜひ皆さん、ブンブンジャーもおすすめですので、ぜひ見てみてください。そして、カープボイさん、鬼滅の刃柱稽古編終わったねっていうか、ヒカルちゃん、これ、カンノジ・ミツイちゃんのことかな、もしかして出番が少なかったというか、無限上編は映画で3部作作っていけずだね。アニメじゃないんだね。お金飛ぶんだね。もう大きかった知って、カープボイさん。あ、そうなんですね。もう、じゃあもう柱稽古編はもう終わったんですね。鬼滅の刃の方は。ちょっともう、時間的になかなかちょっと鬼滅の刃も、見れてなかったんですが、三部作、映画で三部作作っていけず、ということなんですけど、ちょっとなんかこの鬼滅の刃のこの話題が SNS に上がってましたので、ちょっとまた後ほど確認してみたいと思います。さあ、ということなんですが、今日は、7月6日の放送ということで、浴衣ウィークの期間なんですが、今ちょっとツイキャスでは、ちょっと見えてないんですが、今僕とあかりんさん、今ちょっとリモートで放送しております。パッと見えても、ちょっと僕もあかりんさんの今浴衣、身につけてる姿、今見てたんですが、めっちゃ似合ってますよ、あかりんさん。どうもありがとうございます。すごい可愛かったです、今、本当に。ありがとうございます。スタッフさんのですね、このインスタグラム、この浴衣ウィークのこの浴衣つけてる写真も上がってますので、皆さんぜひチェックしてみてください。目の保養になると思います、皆さん。ぜひぜひ。そして、かっちゃんさんからも来てますね。沖縄大好きさん、こんばんちょい、カモン。さっきのコメントでカモンって見て来てくれたんですよ。ありがとうございます。そして、あかりんの浴衣見たいけどって来てますが、かっちゃんさん、SNS に、スタッフさんのも上がってますので、ぜひぜひ、そちらからご覧になってください。さて、7月入ってからも暑くなってますが、皆さん、体調はいかがでしょうか？熱中症警戒アラートも沖縄はやっぱりちょっと出続けてますので、水分だけはもうしっかり、取っていただけたらなと思います。
で、今ちょっとラジオでは、聞いている皆さんはですね、BGM 聞こえてると思いますが、せっかく、浴衣ウィークということで、ちょっと夏の曲に合わせてですね、ちょっと、あるアニメソングのですね、ちょっと、この温度をちょっと入れさせていただきました。アンパンマン温度とかですね、その他、ポケモンとか、ドラえもんの楽曲などいろいろ入れてみましたので、ぜひぜひ皆さん、曲を聴いて、夏の風物詩をですね、ぜひ FM ギノアの電波で味わっていただけたらと思います。さて、じゃあ、せっかくなので、ちょっと夏の思い出も、夏といえばというところでもちょっといろいろお話ししていきたいなと思いますが、あかりんさん、ちなみに夏といえばこれっていうのってありますか？ざっくり。そうですね、夏といえば、やっぱ祭り行きたいですよね。おお。はい、なんか花火大会的なのって沖縄少ないじゃないですか。あ、少ないっすね。はい、なのでそういうなんかこう花火イコール夏って感じがしてめっちゃテンション上がるんですよね。おー、いいっすはね。い。 なんか夏のうん、毎年イベントとかって行かれたりします？いや、なんか人混みがそもそも苦手なので、なんかうん。遠くから見た りしますうん。ね、友達とあ花火とか。あ。あの時期になったら結構人もいっぱいで、結構もう、うん、混雑の中歩いていかなきゃならなかったりとかもそう大変でそう、すもんね。そうなんですよね。そうなんですよ。だから、ちなみにうん。沖縄大好きさんはどんな感じですか？自分はですね、うそん、の祭りでちょっと一つ思い出したことがあって、はい、ちょっと他のラジオでもお話ししたんですけど、宜野湾市でやってる、羽衣祭りあるじゃないですか。はいはい。うその羽衣祭りで、ん。ステージでやっているこのカチャーシー大会があるんですけど、はいはい。高校生の頃に自分がその現代版組踊りに所属した時に、このうんカチャーうん。シー大会の、この団体の部で参加させていただいたことがあって、はいはい。うそれが一応思い出なんですけど、ん。この生演奏で、この出場者の人たちがカチャーシーをそれぞれうん。披露されるんですけど、その生演奏をされている方が前川試験さんなんですよ。おお、そうなんですね。ここびっでつくりながるで。とは。当日までちょっうん。と僕知らなかったんですね。はそい。れで初めてステージ上がった時に、あれ、前川試験さんがいると思って内心興 奮しながらめっちゃはいはい。踊ってました。いや、それはびっくりですよね。なん びっか、くりしました。うんうん。初めて近くで見れましたね。そうですね。なんか、どうでしたか？このイベント自体はというか、踊りは。うまくいきました？あ、うまくいきまして、うんうん。この上位が3チームはいがはい。この入賞決まるんですけど、自分たちもその中に入りまして、おお、すごい。成績を残すことができました。はあ、なんかしっかり成果まで上げてたんですね。上げてました。あ、おめでとうございます。ありがとうございまはい。す。で、はい。どうぞ。じゃあ、他に、あ、ちょっとコメント追加で来ているので紹介しましょうか。はい。カープボーイさんが、アニメで温度って言ったら、あられちゃん温度しか知らないの笑ってきてます。ああ、ありましたね。あられちゃん温度。これ多分、世代によって多分ちょっと分かれるんですけど、このドクタースランプあられちゃんの、これエンディングで使えた楽曲があるんですけど、そのあられちゃん温度っていうのがあるんですよ。これがまたちょっと面白くて、夏ならではのその明るい楽曲、お祭りな気分になってるので、知らない方もしいらっしゃったら、ぜひ一度探してみてください。楽しい楽曲になっております。い、いいですはい。ね。じゃあ他にも、じゃあ、なんかメッセージとか届いてますか？そうちなですみね、に。メールはひとまず届いていないですね。あ、OK ではーい。す。じゃあ他に、じゃあ夏の思い出、ちょっと追加でいきたいんですが、はい。今もう一つ浮かんだのが、毎年国際通りで、行われている1万人のエイサー隊、っていうのがありまして、毎週日曜日にその国際通りでこの歩行者天国があるんですが、その歩行者天国の時間を利用して、その各エーサー団体チームがそのエーサー演舞を披露したり、旗頭を披露する大きなイベントがありまして、でも小学校、中学校の頃にも実はその1万人のエーサー隊に参加したことがありまして、小学校4年生か中学1年生までだったかな？時期的にちょっとおよそ4年間だけだったんですけど、そこで琉球国松井大鼓さんが振り付けを考えたそのエイサー楽曲を披露したんですよ、皆さんで。
で、この本番に向けて、その合同練習とかもさせていただきまして、それでいろんな楽曲、例えばビギンさんの、三線の花とかもそこで披露させていただいたのも思い出ですね。で、これがまたちょっと夏の、一つの思い出、毎年楽しみにしているものでございますが、あかりんさん、エイサーとか、この青年会のエイサーとかって毎年見られてます？私、エイサー、なんか地域のエイサー隊は見ますかね、はい、青年会の人たち。はい。お盆の時とか。この道順ねですよね、多分ね。とかは見ますけど、なんかこう1万人のエイサー隊とか、うん、こう、はい、足を運ぶ系は行ったことないかもしれないです。あと沖縄市だったら全島エイサーとかも確かありましたね、うん、自分はそこはまだ行けてないんですけど、うん、ちょっと南部だっていうのもあって一番よく行ってるのはそこだったり実はしてて、うん、そこでいろんなその団体さんたちのそのいろんな演舞それぞれの個性が出てるのもまた一つの魅力で、うん、あれがもう楽しくて見てるだけでもなんかまた出たくなるよなっていう気持ちにどうしてもなっちゃうんですね。自分はその出た側だったのでやっぱり。なるほど。ウキウキしちゃうんですよね。うんうん。そして、追加できてますね。コメントご紹介します。カープボーイさん。羽衣祭りといえば、昔、宜野湾市役所の向かいら辺でやってた頃に、お化け屋敷が怖いって有名だったよってことで、お化け屋敷。で、ちなみに、浦添寺、これ寺子祭りかな、多分。浦添寺子祭りのお化け屋敷は全然怖くないと有名だった。お化け屋敷、あかりんさん、お化け屋敷平気ですか？お化け屋敷超嫌いです。はい。同じです、僕も。あれ好きな人の気が知れないですね。ちなみに、ちょっと思い出したのが、はい、龍神マブヤとか、この第一マン作っている、このネクストヒーローズさんっていう、このアクションやってるとこがあるんですけど、はいはいはい、その人たちが、去年、ちょっとホラードラマ、エアミっていうのを、制作して放送してたんですよ、うん、沖縄テレビさんで。そうだったんですね。はい。小長大輔さんっていう、このマブヤと大地マンやられてる方が代表なんですけど、その方を中心に、沖縄のタレントさんたちを集めて、その、ホラードラマを制作してたんですけど、うん、その続編が今年も決まりまして、うん、で、また、ちょっとこれから情報多分出てくると思うんですけど、もしかしたらそのまたお化け屋敷も、企画する予定になってるみたいで、うん、じゃあファンとしてはもうなんかせめぎ合いですね。せめぎ合いなんですけど、自分お化け屋敷は行ってないんですよ、エアミの。ああ、そうなんですか。ちょっとタイミング合わなかった。そうでしたか。ドラマだけでちょっともう十分味わっちゃいました、その時は。そうですよね、なんか。ただドラマも相当怖かったです、もう。うん、なんかこういきなり顔が出てくる系とかですか？あ、そうです、それもあります。ああ、私もう絶対無理だわ。もうFM 小座の番組出られて、前城美鈴さんとかも、うん、エアミに出られてたんですね、第1話に。あ、そうなんですね。はい。YouTube にまだ確か残ってたはずなので、うん、気になる方ぜひ、怖いものは大丈夫よっていう方、エアミぜひチェックしてみてください。それから、コメント、武蔵さんも来てますね。沖縄大好きさん、ミキさん、のあかりんさん、リスナーの皆さん、こんばんは。しゅい、リモート、収録お疲れ様です。お疲れ様です。そして、カープボーイさん、エサは小学校の時の運動会で、エイサーですね、これ多分ね、エイサーは小学校の時の運動会で踊ったことがあるくらいだな。その時は確かお盆によくもらう丸いカンカンのクッキーのやつで、学校で、ミニオンを糸の子で、丸く切ってビニール紐で結んで戻った記憶がある。まあでも小学校はもうそうですよね、毎年 5年生、6年生が運動会で披露されてますもんね、エイサーね。武蔵さん、お化け屋敷は人が作ったものだけど、心霊スポットはもっとやばい。ああ、もう無理です、僕、その時点で。その時点で僕は無理です、もう心霊スポットは。無理です。じゃあ、はい、そうですね。まだ、コーナー時間、大丈夫です？そうですね。残り10分ちょいぐらいですかね。OK です。じゃあ、はい、もう少しだけお話しましょうか。じゃあ、武蔵さん、ツイキャス、個人の配信者が心霊スポット巡りしたり、一人かくれんぼしてたりしてたよって、こう、ああ、怖い。それだけは。ツイキャス配信で、稀にありますよね。この、個人の方で心霊スポット巡りされてる方、YouTuber さんとかもそうなんですけど、あれ怖いっす、自分は正直。一回だけちょっと見ることがあったんですけど、もう怖かったです。開かずの間とか、なんかそういうちょっと、
なかなか開けられない部屋とかもそういう覗いたりとかしてる方もいて、それが怖くて無理です、僕はちょっと怖いのは本当に。あかりんさんもこの、はい、あのさっき言ったホラードラマも含めてなんですけど、はいはい、この心霊スポット系はもう苦手ですかやっぱり。そうですね、なんか心霊スポットもめっちゃ苦手なんですけど、はい、なんかこう心霊スポットに行きたいっていう人もめっちゃ苦手ですね。なんか本当、うん、絶対バチ当たんじゃんって感じしません？あれもう行ける勇気がすごいっすね、逆に言ったら、うん、いや本当なんかゾンビ映画とかだったらいっちゃん最初に死んでるよって思って絶対に行かないですね。やっぱり絶対なんかあるだろうなっていう予感をしますもんね、うん、体でなんかこう感じるものが、うん、そうですね、私なんかそういう体質ないんですけど、ただなんかあの、うん、ね、ご先祖様とか信じてる派なので、うん、そう、うん、なんか幽霊ばっかりにしたところにはいけないですね。でもなんか行きそうなパーソナリティさんもいますよね、うん、なんかいますよね、なんかそういうのあんまビビらなさそうな人とかもなんか いるからやっぱすごいですよね。本当にもう肝が据わってると言いますか、もう、うん、度胸がありますよね、なんかそういう意味では、うん、ですね。あで、はい、あで武蔵さんからちょっと追加でこちらまで紹介しましょうか、はい、FM 沖縄の裏手と宜野湾市大山ジミー裏手は心霊スポットです。ああもうマジか、あそうなんだ、マジか、しかも知ってるんですけど、知ってるし、うん、行ったことあるとこばっかなんですけど、どちらも自分、うんうん、でも FM 沖縄確かに雰囲気なんか暗いですよね、あの一帯は。そうですよね、なんかちょっときち、あの基地っていうかこの、うん、そこが近い、近かったり、うん、ちょっとあの辺裏までは通ったことはないんですけど、うん、うんうん、まあでも夜になったって、でも確かにあの辺ちょっと暗いし、街灯もないのでやっぱり、うん、ね、なんか工事もよ、工事して結構通りづらくなってるの分かりますか、うん、あの辺。ああなってますね。 あでもなんかこの前工事終わったかな、うん、確か、うん、そうそう、自分久しこの間ちょっと久しぶりに FM 沖縄さん行ったら、うん、もうこ工事がもう終わってて、あの結構広く、うん、もうなんか駐車場とかその、うんうん、いろんなその運送会社の駐車場とかも新しくなってたり、結構広くはなってたんですけど、うん、ただやっぱり夜になるとあの街灯がない分はちょっと帰り道はちょっとやっぱ暗いなっていうのはあったりはしますね、うんうん、確かに、うん、なのでなんか、はい、あの辺車も飛ばす人多いから、あ多いです、うん、だからそもそも怖いですよね、あの辺って怖いですね。で他にもカープボーイさん、FM 沖縄裏のやつはあれは多分噂だけだな、高校の時に免許取った時に行ったけど、あれは雰囲気がその感じるだけで、ただのダンスホールの壊れたまんまになってるだけって書いてますね。他にも、うん、武蔵さん、沖縄以外に心霊スポット多いよ、ユタが修行する場所女村にあるけど、やばいみたい。ユタってなんであんな修行してるんですか。いろんなところ聞きません、それ。聞きますよね、うん、不思議と。なんですかね、やっぱり本当に 霊感を感じてるのか、なんなんですかね、うん、やっぱり日頃からやっぱり鍛えてるのかね、やっぱりそういうの怠らないっていうか、うん、しっかりやってるのですかね多分ね。はい、じゃあ、はい、一回コーナー行ってもいいでしょうか皆さん。はい、じゃあちょっと一旦コーナーの方に移らせていきたいと思います。はい、次のコーナーはこちらです。沖縄大好きの今日の大好き。さてこのコーナーでは、私沖縄大好きの好きな作品やキャラクターなどを楽しく熱く紹介するコーナーとなっております。今回ご紹介するのはこちらです。ペイトン・ナオミさんです。はい、こちらですね、今回ご紹介するのは声優のペイトン・ナオミさんです。はい、じゃあちょっと簡単にご紹介していきたいと思いますが、2003年のちょうど収録日の昨日ですね、7月1日に21歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。はい、ペイトン・ナオミさんはですね、みんなからは愛称でペイちゃんとかペイ子ってあのそれぞれ呼ばれてますね。お父さんがアメリカ人、そしてお母さんが日本人ということで、ハーフの子でございまして、埼玉県出身でそちらで育っております。所属事務所が SMA ソニーミュージックアーティストという、まずこの事務所でございまして、
で、もともとは、アイドル活動をされていた経験がありまして、2017年の10月にフジテレビさんで放送されていたアイドリングのスタッフによる新たなアイドル育成プロジェクト、アイドル ING のメンバーとして加入し、およそ2年間12月まで活動されていました。そしてその後はですね、2020年の12月14日、ラブライブスーパースターのヘアンナスミレ役に選出され、スクールアイドルリエラのメンバーに加入されましたということで、オープニングで、この番組のオープニングで使われております、未来予報ハレリア、スクールアイドルリエラが歌われているんですが、そのペイトン直美さん、ペイちゃんもそのメンバーの一員でございます。そして、去年の、去年ですね、2023年の3月1日にソロアーティストとしてファーストシングル魔法をリリース。そして特技がですね、バレエ、チアダンスと書かれていますが、なんと全国2位の成績も残されている経験があるということで紹介されてますね。さらには短距離走や、陸上競技全般も得意ということで、結構スポーツも、得意とされているペイトンさんでございますが、趣味がお菓子作り、カラオケ、アニメ鑑賞、小説を読むこと、書くことなど様々書かれておりまして、ボーカロイドの初音ミクさんのファンでもございます。さて、このペイトン直美さんなんですが、僕はもうそのラブライブスーパースターから、彼女を知ったわけなんですが、本当に大人びてるようですごく可愛らしい方でして、また歌も本当に素晴らしいんですね。かつ、この、今回その、ラブライブスーパースターの、ヘアナスミレちゃんの声から、デビューしてるわけなんですが、そのスミレちゃんを演じている時のその声の、この幅広さといいますか、それもまたすごくて、かつ、この、なんて言うんですかね、ちょっとうまく言葉に、こう、うまく表せないんですが、はい、すごくオーラのある方ですね。なので、ぜひ、他にもちょっと紹介したい内容があるんですが、またちょっと次の機会にですね、ペイちゃんことペイトン直美さんのことについてご紹介していけたらなと思います。今回の沖縄大好きの今日の大好きご紹介したのはペイトン直美さんでした。それでは、エンディングの方に移らせていただきます。はい。さて、もうツイキャスもコメントも続々来てますが、ちょっとお名前だけでも、紹介したいと思います。高坊さん。それから、ちゃんおかさんも来てくださってますね。ありがとうございます。さて、今 BGM には、手裏剣戦隊忍忍者のエンディングテーマ、なんじゃもんじゃ忍者祭りが流れております。せっかくこの夏ということで、お祭り楽曲をですね、一つご紹介させていただきました。さあ、ということで、お時間も迫ってきているようなので、この後も、79.7MHz FM ギノアの番組を皆さんお楽しみください。お相手は沖縄大好きと、そして、あかりでした。ありがとうございました。どっか切るかもしれないです。